耳から学ぶ。シルバーバーチは語る。10章、人工的競技と霊的真理。2、危機物語。報告書。クリスチャンにとってキリストは唯一の、そして不可欠の神との調停者である。父神とキリストとのつながりは直接的であったが、我々クリスチャンとのつながりはキリストを介して行われる。シルバーバーチ。これは間違いです。大霊は各人の中に存在するのです。同時に各人が大霊の中に存在しているのです。イエスも神の王国はあなた方の中にあると述べているではありませんか。クリスチャンがなぜこうまでイエスの教えを理解していないのでしょう。クリスチャンだけでなく、いかなる人間も大霊から切り離されることはありませんし、大霊が人間から切り離されることもありません。いかに重い罪を犯したからといって、それで大霊から切り離されることは絶対にありません。人間と大霊とを結びつけている絆は切ろうにも切れないものであり、したがって罪ゆえに宇宙の孤児となってしまうことはありません。人間と大霊との絆は内部にある神性を日常生活の中で発現するにつれて強くなるものです。あなた方一人一人の内部に大霊の分霊が宿されているのであり、大霊と人間との間に調停者が介入する必要などないのです。ナザレのイエスはそんな目的のために降誕したのではありません。人間はいかに生きるべきか、内部の神性をいかにすれば発現できるかを教えるために地上界へ降りたのです。キリスト教神学はまさしく物質界にとって呪いです。人類にとって大きな手枷、足枷となります。魂を牢に閉じ込めてしまいます。それから逃れる道は霊的啓示を学ぶことによって人工的教義と信条の愚かさに目覚めることです。有限の人間的精神が無限なる大霊の啓示をしのぐことは絶対にありません。報告書。キリストの復活は永遠の生命の可能性を裏付けるものである。シルバーバーチ。またしても何というお粗末な認識でしょう。人間は内部に大霊の分霊を宿しているからこそ存在し得ているのです。物質は霊のおかげで存在しているのです。霊は永遠の実在です。破壊することもなく、破滅することもなく、永遠にして無限なる存在です。霊であるからこそ墓場を越え、火葬の炎の向こうまで生き続けるのです。物質界にも霊界にも内部に秘められた神性を破滅させるものはありません。大霊から賜った不変不滅の贈り物だからです。あなた方が今生きているのは霊だからこそです。死後に生き続けるのも霊だからこそです。霊であればこそ永遠に生き続けるのです。誰かの特別の恩恵を受けて永遠の生命を授かるのではありません。生まれながらにして授かっている権利であり、大霊からの遺産です。なぜかクリスチャンは宇宙の創造したる大霊、千変万化の大宇宙の営みを経輪する霊力を小さな存在にしようとしています。その意味がお分かりですか。物質界でわずか33年を生きた人物と同列に扱っていることです。しかもその無限の恩恵が一人の人物を信じた者だけに授けられると説いています。なんたる情けない神、なんとみみっちい教義でしょう。宗教という用語をこれほど恥ずかしめる教義もありません。イエスご本人がどれほど悲しみと嘆きの涙を流しておられることでしょう。今もってクリスチャンはイエスを貼り付けの刑に処し続けております。自らをクリスチャンと名乗ったからといってそれで地の塩模範的人間になるわけではありません。教会に通うようになったからといってそれだけで地の塩になるわけではありません。地上で授かったラベル、名誉ある地位や肩書きは霊界では通用しません。教義を厳正に守ったからといって何の得にもなりません。大切なのはただ一つ、日常生活でどれだけ大霊の資質を発現させたか、
それだけです。報告書。贖罪の教義の根源にあるのは、それが本質的に神の御業であり、神がキリストの調停によって人類と和解したもうたとの確信である。シルバーバーチ。これはどういう意味なのでしょう。嫉妬と怒りに燃えた神をなだめすかすために、最愛の子を血の犠牲にしなければならなかったという、あの古い説話の焼き直しですか。大霊は、怒りっぽい人間より、もっと残酷で無慈悲だとでも言いたいのでしょうか。我が子と和解するのに、血の犠牲を要求なさるのでしょうか。大霊とイエスを、これほど、哀れな存在とする説はありません。イエスが、愛と慈悲と優しさに満ちた父のごとき存在と説いた大霊のご機嫌を取るのに、なぜ血を流さなくてはならないのでしょうか。地上の人間は、一人の例外もなく、自分の努力で性格を築き、自分の努力で霊性を進化させていくために地上界へ来ているのです。利己的な生き方を選べば、それなりの代償を払わなくてはなりません。人のために役立つ道を選べば、個性の発達という形で報われます。そのように摂理が出来上がっているのであり、いかに地位の高い指導者といえども、それを変えるわけにはいかないのです。それ以外の教えは、すべて卑怯と不公正の教義です。もしも間違いを犯したら、潔く、その代価を支払えばよろしい。屁理屈をこねて、責任を他人に転嫁するようなことをしてはなりません。私たちの世界では、霊性の高いものが低いものよりも、高いレベルの階層にいます。それ以外にありようがないのです。もしも、自己中心の生活を送ったものが、死の床での信仰の告白一つで、生涯を人のために捧げた人よりも高い階層に行けるとしたら、それは、大霊を欺き、完全な公正が愚弄されたことになります。もちろん、そんなことがあろうはずはありません。人生は、あなた自身が形成していくものです。どういう地位にあろうと、職業が何であろうと、生まれが高かろうと低かろうと、肩書きが何であろうと、肌の色や民族や国家が何であろうと、そういうものは、一切、お構いなく、人のために役立つチャンスはいくらでもあります。なすべきことを怠ったら、それ相当の代償を支払わされます。その摂理の働きに介入できる者はいません。最後に、イエスの言葉を引用して終わりとさせてください。自分が蒔いた種は自分で刈り取らねばならない。当日の降霊会を総括して、シルバーバーチがこう述べた。真理というものは、当時のような心になりきって、古い概念から生じた誤った信仰を捨て去ってしまえば、実に簡単に理解できるものです。言い換えれば、新しい教義や信条をこしらえるというのではなく、正しいことは、正しいこととし、それを否定することで、いかなる犠牲を強いられることになろうと、それを幼子のような素直な心で受け入れる態度で臨めば、容易に理解できるものです。いかなる宗教であろうと、何らかの教義に忠誠を誓った人たちが、必ずしも、真理を理解する上で、有利な立場にあるとは言えません。なぜなら、魂というものは、信仰を誓った時の忠誠心と、そこに満足を得たいと願う心との間の葛藤に悩み、苦しむことがあるものだからです。私は、皆さんに、2000年前にイエスが説いた真理と、今、地上界のリーダーと目されている人たちが説いている教説とを比較して、イエスの教えが、いかに単純であるかに着目していただきたいのです。私たちも、単純なメッセージをお届けしています。理性に戻らず、知性を侮辱することもないメッセージです。それは、自然の結果として、私たちが、当初から主張しているもの、すなわち簡単な霊的真理であることの証拠に他なりません。その中でも第一に申し上げているのは、地上界の人たちが一番願っていること、すなわち打開した縁ある人々が今も生き続けていること、言い換えれば、生命に死というものは存在しないという事実です。次に申し上げているのは、霊力は2000年前だけでなく、今も、なお、
人類の高揚のために献身している人々を鼓舞しているという事実です。霊力の働きが人生を生きがいあるものに、そして調和のとれたものにする上で豊かさをもたらしてくれているのです。さらに私たちは霊的治療エネルギーによって病魔と戦っている人々の苦しみと痛みを和らげてあげています。こうして私たちは地上の人々に互いに助け合う生活の送り方をお教えする意図のもとに結集した神の使徒なのです。要するに私たちはこれまでの人類の歴史において大霊のインスピレーションに接した人々が説いたものを繰り返して説いているまでです。宇宙には神の絶対的法則というものがあることをお教えし、それがどういう形で働いているかを証明してみせているのです。同じ法則を使用して過去に起きた現象が現在でも起こせることを実際にお見せしているのです。しかし現実には本来その人たちこそ霊力の恩恵を受けるべきであるはずの聖職者たちがそれを拒絶しております。神学という名の隔離された世界に閉じこもっております。教条主義という名の修道院に身を隠しております。彼らは内心怖いのです。スピリチュアリズムという名の真理が広まれば、僧侶も牧師も司教も大司教もいらなくなることを知っているのです。そんなものがいなくてもスピリチュアリズムの知識さえあれば各自が大霊の道具となることができるからです。しかし本日国教会の報告書を一部だけでも聞かせていただいて、教条主義が徐々に勢力を失い変わって私たちの教えが広がりつつあることを改めて確信いたしました。